ククマクマクマベアーはクマなのによる日本のライトノベル。2014年より小説家になろうで連載され、書籍版は主婦と生活者によって発行された。イラストは029が担当している。2021年5月時点でシリーズ累計発行部数は200万部を突破している。メディアミックスとして2018年3月より主婦と生活者のウェブコミックサイト、 コミックパッシュの中でコミカライズされているほか、2020年10月からはテレビアニメが制作されている。2020年9月からパッシュアップにてスピンオフ漫画、クマクマクマベアー、今日もクマクマ日和が連載中。15歳ながら諸事情で引きこもり生活を送っている主人公のユナ。ある日、お気に入りのブルモープグワールドファンタジーオンラインにログインすると、 神様のいたずらにより、レア装備である、マセットを装備した状態で異世界に飛ばされてしまう。わけもわからないまま周囲をうろついていると、魔物に襲われている女の子を発見、クマセットの力でその女の子を助ける。結局、その女の子の案内で町に連れて行ってもらい、冒険者としてその世界で生計を立てることに、声の向は、テレビアニメ版の声優。書籍版一巻については、 幻となった表紙デザインが存在する。当初編集部から公表されたデザインでは、ユナの服装が熊のフードがついたパーカーといった形になっていたが、小説の本来の設定と異なるとして読者から多数のクレームが寄せられ、発売直前に異例のデザイン変更が行われた。第一期は2020年10月から12月まで ATX 他にて放送された。第二期は、 1> 第1期最終回後に制作が発表された。ベアベアベアクマーのタイトルで YouTube にて2020年10月10日から12月26日まで毎週土曜日に配信された。監督、絵ンテ、演出は石井久志、ミニキャラクターデザイン、作画監督は斉藤し子、脚本は藤本最高。ありがとうございます。